近やる気出ないな。どうしたの？なんかやる気が最近出なくて。マジ？うん、マジ。じゃああれじゃない？五月病じゃない？そうなの？五月病ってね、新学期っていうかさ、4月から新しい生活が始まる人が多いじゃん、うん、会社とか、うん、学校とか、うん、まあクラス外とかもまあ環境が変わることだと思うし、うん、そういう環境が変わってからまあ1ヶ月最初やっぱ緊張するじゃんみんな、うん、でさちょっと生活が変化してちょっと体の中慣れないなって感じることも多分みんな多い時期なわけじゃん、でさ、その1ヶ月過ごした後、こうゴールデンウィークが来るわけよ。また5日休みとかさ、うん。そうするとさ、なんか休み慣れしちゃってさ、今度休み明けがまた辛いわけよ。うん、そうするとなんかこう、今までこう頑張ってきたなんか気持ちが、ちょっと休みで、ちょっとあーってなって、あ、なんかやる気出ないってなるんだって。へー。そういうのがなんか五月病って言われる、病気っていうか、まあ、五月病っていう病気の病がつくんだけど、まあ、気持ちの問題っていうか、なんだろうね、そういう風に言われるわけよ。うん。だから今の時期、ああ、やる気が出ないなっていうのは五月病なのかなって思って。じゃあ私は五月病なんだね。いや、わかんない。どうなの？なんか、ゴールデンウィーク終わって学校始まって、うん、はあ、なんかやる気出ないなみたいな気持ち、うん、ああじゃあそうかもしれないね。そっか。でもなんかね、うん、五月病は食欲が出なかったりするんだって。なんか食欲ありそうだよね。なんで笑ってんの？いや食欲あるなと思ってさ食欲ちょっとそこは違うのかなと思って。あ、食欲あるな。食欲あるよね、うん、だからまあなりかけかな。だね、ちょっとまだそこまで深刻にはなってないけど、ちょっとなんかこう気持ちが沈みかける時期に入っちゃったのかもしれないね。そうだね。ね。嫌だね。ねえ、でもそうだよね。この時期はなんかってなることが多い人も多いんじゃないかね。まあね、慣れないもんね。ね、まあしーちゃんとかはさ、小学生でまださ、クラス外ぐらいだけど、やっぱ何？高校生に進学した人とか大学生に進学したとか、一番多いのは多分社会人に なったばっかりの人とか、うん、が絶対生活がガラッと変わるから、うん、一番なんかこう辛い時期なんじゃないかなと思うけどね。だからしーちゃんはあなたはまだそんなね、うん、ご活動にかかるような年ではないとは思うけどね。そうだね。怖い、ね、だからもうそんなにさ、やだやだって思わないで、こうポジティブに、そうだね、まあ別に無理しないでこうのんびりやっていこうみたいな。そうだね。そうだね。みんなもどうかね、五月病になってる人とかいるのかな。どうだろうね。皆さんどうですか？大丈夫ですか？私みたいになってませんか？なってる人もいそうだよね、うん、うん。大丈夫ですか？大丈夫です、ね、はい。ということで今回は謎動画でしたけど、はい、ちょっと5月病になりかけてる、やる気が出ないなというとかでした。はい、すいませんね、こんな。もうこれが今のね、気持ちなので、素直にね、取ってね、いきたいと思います。はい。はい。ということで、それでは、バイバーイ。頑張るよ。